猛将たちの活躍で古老間の戦いは連合軍の勝利に終わった。董卓は洛陽を捨て長安へと逃げ延びるが、そこで呂布に討たれる。悪逆の野心は非道の裏切りでその幕を下ろした。一方で皇帝は董卓の残党の手に落ち、天下は混迷を深めていった。そのような中、遠州に立ち上る暗雲あり。かつて黄巾党として戦った者らが再び立ち上がろうとしていた。ひたむきで強靭で、しかし導く者を失い行き場をなくした力。曹操はこれに目をつける。この力が欲しい。己の軍に加え乱世切り開く先兵としたい。曹操は天意、学臣、利天らに黄巾残党の制圧を命じる。古老間での戦いから2年、今曹操の夕日が始まろうとしていた。楽文献、一番槍はお任せください。なんつうか、この戦嫌な感じはしないぜ。曹操殿にとって当たり前の道まあそんな感じだな。この一帯は長引く戦乱に疲弊している。民の気持ちが荒むのもまた致し方ある。乱を起こしていい道理はない。自分らがこの騒ぎを鎮めよう。敵の親玉は虎みてえな大男らしい。また随分と威勢のいい話だぜ。ま、相手が何だろうと関係ねえけどな。御大将はわしが守ってみせる。今この地には黄巾の残党が跋扈している。もはや大それた乱などを起こせぬが盛況だ。他の者らを従え我が力とする。これよりの道のり兵の力は欠かせぬゆえな。速やかに進撃し奴らの頭目を下せ。お前の働き期待しておるぞ。この地の黄巾残党を我が軍に組み入れ、周辺を制圧しつつ奴らの頭目を討つのだ。奴らの頭目は堂々たる大男だ。皆遅れを取るでないぞ。黄巾の残党をも配下に迎えようとは、殿のお考えは途方もないものです。準備
しいですね。あの大男はどこにも。これは民に担がれたということでしょうか。これでコリ太郎、もうオラたちの土地に来んな。これでどうでしょう。これでどうでしょう。今だ、蒼天の獣どもを殲滅しろ。調子に乗っていいですか。ナチン、あんたなんで気弱なんだ。その身のこなし、すごすぎだろ。見事な働きだ。主は畑を守るために戦うか。
だがそれで世の戦が収まることはない。畑は再び荒らされる。お主が幾度戦おうともな。ならどうすればいいだよ。わしの戦を手伝い、乱世を治め大地を豊かにするための戦だ。おめえと一緒に戦ったら乱世は終わるだが、みんな腹いっぱいになれるだが。うん、共に来い。おい、みんな、おいらたち、これからはこの人たちと一緒に戦うぞ。